鈴なりの村田明彦です。牛ロースの八幡巻きを作ります。材料の野菜を切っていきます。ごぼうですね。これ2分の1でもいいんですけども、4分の1にした方が巻きやすいです。こういう状態にしますね。で、人参です。こう半分に切って巻きやすい感じに整えてください。中に入れる野菜は彩りのいい野菜の方が綺麗ですので、彩り野菜を使ってください。インゲンは下の硬い部分だけ取り外してください。感じですね。ごぼうを入れます。で、後で炊くのでちょっとアク抜き程度の湯がき方で大丈夫です。で、1分ほど茹でたら人参入れます。人参を入れてさらに1分程度入れていきます。1分程度入れたら次にインゲン入れます。インゲン入れて30秒ほどで大丈夫です。30秒経ったら取り出します。で、一度ボイルした野菜を炊いていきます。お水です。で、お酒です。こちらみりんです。で、ここにお醤油です。合わせた状態でインゲン以外の野菜を入れます。人参とごぼうは強火で沸騰させてください。で、沸騰したところにインゲンを入れます。で、火を止めます。この状態にして冷ましておきます。牛ロースの八幡巻きを仕込んでいきます。このラップの上に小麦粉をはたきます。薄くて大丈夫です。で、肉を3枚並べます。そうしましたらその肉の上にも小麦粉をはたきます。で、野菜を巻いていきます。人参、ごぼう、いんげん、また人参、ごぼう、いんげん、こんな感じで巻いていって、で、野菜にも粉をはたきます。この粉をはたいておくと肉から外れづらくなりますのでやってみてください。で、手前の方から巻いていきます。ラップごと巻きます。で、しっかり1回目の巻きの時に止めてあげます。しっかり止めたのを確認したらそのまま全体を完全に巻きます。で、ちょっと横からはみ出た肉を少しキャンディー状になるように、で、このような形にしときます。このまま冷蔵庫で、10分ぐらい完全に表面が冷える程度、冷やしてください。10分冷蔵庫で冷やしておきました。で、しっかり固まってるか確認してください。固まってましたら再度肉の上から粉を打ちます。で、粉を打ちながらちょっと巻き終わりの場所を確認しつつ粉を打ってください。で、再度もしっかり粉を打ちます。
それでは焼いていきます。はじめにごま油入れます。ごま油を入れて熱しましたら、巻き終わりの部分を下にして焼いていきます。巻き終わりを下にして焼くことによって剥がれるのを防止します。で、初めにしっかりと巻き終わりの部分を焼いてください。次の面焼いていきます。で、その時に少し中火に変えます。で、途中で出る余分な油を拭き取ってください。油がないと、いい色に焼き色はつかないんですけど、煮詰めた時にこの油がちょっとしつこさを増してくるので、一度拭き取った方がいいですね。で、全面いい焼き色がつきましたら、タレを入れます。で、一応火は止めてから入れてください。で、お酒入れます。で、こちらみりんです。で、お醤油ですね。お好みで変えても大丈夫なんですけども、少し醤油辛いような感じの方が保存にも効くのでよろしいかと思います。で、煮詰まっていく途中でこの煮汁をかけながら火を入れていってください。このまま終始強火で大丈夫です。で、仕上げです。で、カットしていきます。で、タレをかけて粉山椒を振って、はい、こちらで完成です。